はい、今回はですね、横浜の元町中華街駅が最寄りになります横浜中華街ですね。はい、こちらの方をちょっと紹介したいと思います。はい、横浜の元町中華街の駅を出てですね、横浜中華街のメインの門を入ってきますと、インフォメーションセンターというところなんですけど、こちらですね、こちらの方で、あとここでなんかこういろんなものをあれですかね、飾ってたりするんですかね、まあ、こういったちょっとあまり見ないものですね。私これに一回かじられたことあるんですけど、これかじってくれると幸せになるみたいな、そこは一緒な感じですよね。何でしたっけ、獅子舞でしたっけ、でガブってこう金もらってっていう感じです。で今回何を調べてきたかっていうとですね、横浜の中華街に行った時におむつ交換する台、これっていうのはお店に入らなくてもあるのかなっていうのがちょっと心配だったんで、これを見てきたんですけど、この門のところのすぐのところにインフォメーションセンターがあるんですけど、この隣に、多目的トイレがありまして、これですね、ここで、多目的トイレにおむつ台があると、こういう通常の感じですね、はい、っていうのが、中華街には他にも結構あるのかなと思ってちょっと調べてきたんですけど、あんまり実はないですよね。このメインの徴用門のところのインフォメーションセンター、この隣に多目的トイレがありました。あとはそのままずっとまっすぐ行って、横浜大飯店の本店ですとかの先に加賀町警察署っていうのがあるんですけど、まあ行ったら分かる大きいところですね。いわゆるさっきのインフォメーションセンターのちょうど逆ぐらいになるんですかね。そこの隣に、やはり、多目的トイレがあるというところです。これが2個目になりますね。はで3つ目がローズホテルっていうのがあるんですけど、ローズホテルの先に、でっかいパーキングがあります。ここに、もう多目的トイレがある。これで3つ目ですね。はい、あとはもうお店の中にしかないということで、横浜中華街こんだけ広いんですけど3つしかないですね。まあ、あとはもうお店の中に入ったところで、あったりで、この最高新館というところは多目的トイレとかありますよということでした。まあでも食事しないとですもんね、はい、なんで最高新館に行く人はまあ安心かなっていう感じですかね。ですぐお隣に元町があるんですけど、元町と石川町駅の、石川町駅から来た元町ショッピングストリートの始まりのあたりですかね、あのあたりに元町オアシスっていうパウダールームがあるんですね、はい、ここが、10時から20時まで、ここがものすごく設備が整っている、授乳室があったりとかするところなんですよということでした。はい、ここは無料で入れる場所ということですね。元町ショッピングストリートでより快適にお過ごしいただきたい、そんな思いで誕生したということですね。給湯器があったり、授乳室、おむつ替えのスペースなどがある、子育てに優しいスペースですということですね。はい、これいいですね、こういうのがあればいいのになっていうところで、元町のポンパドールの角のとこありますよね、あれを中華街の方に向かって、路地に入っていったところの2階です。おそらくまあなんか分かりやすくはなってると思うんですけどね。はい、ということでした。あんまりなので、おむつ台とかおむつ交換できる場所とか授乳室とかっていうのはなかったっていう感じですね。なんで授乳室は特にないのでちょっと大変ですよね。はい、という形になります。このパンフレットなんですけど、先ほどの横浜中華街インフォメーションセンター、こちらで、もらえるので、ぜひそこでもらってですね、地図としてですね、横浜中華街行ってくるのはいいと思うんですけど、また小さな、
赤ちゃんとかいる場合はなかなか、大変だなと。おむつ台もないあるところも3つしかないし、こんだけの広いところ、元町の方に行くと授乳室はあるんだけども、そこはちょっと若干離れているという感じですね。あとはもうお店の中でそういうことができるかどうか事前に調べていくっていう感じですよね。なかなか大変だなという感じでございました。はい、以上です。今回横浜中華街の、赤ちゃんに関しておむつ台のスペースがあるかどうかを紹介させていただきました。いいね、高評価ボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。以上です。